ご紹介ありがとうございます。東京ガスの遠藤と申します。えっ、ー、と、本日はですね、ここに書いてあります通り、都市ガス、LP ガス、水道、えー、スマートメーターのですね、えー、ジューープロファイルの概要と、えー、現状ということでご説明させていただこうというふうに思っております。私、Y3 アライアンスでは住宅ワーキンググループのリーダーもやらせていただいておりますので、本日このような内容で説明させていただきます。はい。えっ、ー、と、まず、えー、ガスメーターとはということで、 えー、設置環境がですね、えー、と設置環境にです、ね、ガスメーターの場合、電源が存在しないケースが多いということがございます。またです、ね、運用期間がです、ね、ガスメーターの交換初期が10年ということで、10年間ずっと持たなきゃいけないと、あとは業務内容ということで、保安緊急業務の観点で,です、ね、片方向だけではなくて、双方向の通信が必要で、してセンターサーバーから数分以内にアクセスが求められるというふうな特徴がございます。 以上のことからですね、ガスメーターではここに書いてありますように10年間電池駆動で双方向通信が必要な技術が必要というふうになっております。でこのガスメーター用の通信企画ですけれども NPO 法人テレメータリング推進協議会の方で標準化を行っておりました、略して JUTA というふうに言っております。こちらの団体はですね、平成6年4月にですね、LP ガス応援化推進協議会ということで発足しまして えー、平成15年に NPO 法人化、22年に名前をテレメータリング推進協議会に変更しております。具体的な活動としましては、ここに書いてある4つがございまして、えー、有線の通信の標準化ですとか、あとはメーターですとか、通信端末の標準化、あとは無線の標準化も行っております。ガスメーター用の通信規格としまして、えー、有線の U バスというものと、無線の U バスエアというものがありまして、こちらの標準化を進めているということで、えー アライアンスと一緒に手を組みまして、こちらの無線の標準化を進めているというふうな形になっております。でまず、有線の U バスについて簡単にご紹介させていただきます。こちら、有線の U バスの前は、ですねデファクトスタンダードとして、ですね A ラインというものが使用されておりました。具体的には、ここの表にありますように、通信速度 300bps で、トポロジーが P2P ということで、1対1で通信するような仕様となっておりました。 これをですねガススマートメーターの要件として1時間値の使用量が取得が必要ということになりましたのでなかなかこの通信速度は難しい消費電力では難しいということで新しい通信仕様として U バスエアが企画化されております。具体的にはここにありますように通信速度が 9600bps に上がりましてバス通信をすることで時短末を含めて5台がつなげるようになっております。 でもう1個、ですねあの、今度は先ほどは優先ですけれども、こちらは無線の通信になっております。で無線の通信、Ubus Air というものがございますが、えー、こちらはですね、ここに書いてありますように、920メガヘルツ帯の通信を使って、マルチョップでバケツ入れ方式でデータを送っていくことに、企、え、画、ー、になっております。こちらで Y さんが使われているような形になっております。えー各 各ガスメーターにです、ね、u b u バス i アの端末をつけまして、えー、親となる広域端末、こっちゲートウェイになりますけれども、ここまでデータを、えー、マルチョップで送り届けるというふうな仕様になっております。この仕様について、えー、この後少し、えー、詳しく説明させていただきます。はいえー、とまず u ーバス Air の m a x を回送から順番に説明させていただきますが、こちらはですね IEEE802.15.4 の、えー、RIT という、えー、仕様を使っております。 具体的な動作はこちらに書いておりますが、まずすべての端末がですね、間欠的に動作していると、短い受信を繰り返すような動作をしていると。で、この全端末はですね、周期的にこの RIT データリクエストっていうのを送って、その後短い受信というのをどんどん繰り返していくような動作をしております。 である端末からデータを送信しようとしたときには、ですねその端末は連続受信の動作に移りまして、この間にですね転送先の端末から RIT データリクエストを受けると、あこの端末いるんだということで、リンクを確立してパケット転送するような仕様になっております。このような形で、ですね中継する端末も含めて、すべて電池駆動でチョップできるというものが、この RIT というふうな仕様になっております。 またその上位層のネット層の部分でマルチホップの転送の使用を含めております。具体的には、ここにありますような送信元から送信先にデータを送るような際にですね、各ガスメーターがこの赤矢印で書いておりますが、RIT データリクエストを定期的に送信しているというふうな状況をまずは考えてください。 でこの送信元からですねこの送信先にデータを送ろうとしたときにです、ね、先ほど説明したように連続受信待ちの状態になります。でその連続受信待ちの時にですね一番最初に RIT データリクエストを送ってきたガスメーターとリンクを確立してデータを転送するというふうな形になります。このように RIT データリクエストの先取りによってですねその時に通信可能な経路をその時々で最も最適な経路を選ぶというふうなこの ちょっと難しいですけど、オポチュニスティックルーティングというものを採用した通信規格になっております。この中継する端末もです、ね、このよう同じようにです、ね、RIT データリクエストを受けた際に、その送信先にリンクを確立してデータを転送していくというふうな形になります。なので、例えばここの真ん中の端末が故障してしまっても、ね、他の端末の RIT データリクエストを待つことによって、別の経路で送信先までデータが転送されていくというふうな形になります。 でこちらあの、えー、ガスのスマートメーターシステムの全体像ということで、先ほど原田先生からもありましたように、広域と、えー、ローカルの部分でうまく区分けをするということで、えー、ローカルの部分、えー、はです、ね、ユーバースエアで丸チョップで転送していくと、で集めたものを公衆も、えー、通信キャリアのデータを使って、えー、センターシステムに上げていくというふうな形になっております。えー、これはですねあのどうしてもガスメーター、移動できないものですので、えー、皆さんのスマホとか携帯電話は、 電ッパーが入らなければ、隣にちょっと移動すれば入るかもしれませんが、ガスメーターは入らないでずっと入って、入らないという形になって、圏外になってしまいますので、その部分をこういう丸チョップでカバーすると。 であとは、えー、10年間、えー、ずっと設置するということで、途中にですね、間に大きなビルが建ってしまって、それまで通信してきた部分ができなくなってしまうというふうなこともございますので、そういう部分をですね、やはりマルチホップで回避して、データを届けるというふうに、非常にですね、安定したネットワークを作れるというのが、えー、この u v a セ e a y 3 0 u というふうな仕様になっております。でこの u v a セアの認証範囲、えー、こちらに書かせていただいておりますが、大きく2つに分かれております。 下のファイマックソ物理層とマック層につきましては Y さんの方で認証を行っておりますで。上の方はですね、最初に紹介させていただきましたテレメータリング推進協議会、チューターの方で認証するような形になっております。でこちらの下の層の Y さんの認証の方はですね、こちらプレス出させていただいておりますが、2019年の5月に。 認証プログラムを開始するということで、実際に認証のプログラムを開始して、認証製品も世に出ているというふうな形になっております。はい、で、最後にですね、ちょっと Y3 住宅プロファイルの活用例ということを何個か紹介させていただければと思います。 まあこれまで説明してきましたように都市ガス、LP ガスのスマートメーターに使えるのはもちろんですし水道スマートメーターということで水道もです、ね、ガスメーターと同様に電池駆動が必要ということで同じようにこの U バスやデュートプロファイルを使えるというものになっております。あとはです、ね、農業向けですとか、帰築物件の追加ということで電池駆動ができるという特徴を生かしたユースケースも考えられるのではないかというふうに考えております。 1>, はいでえー、1個目の導入事例ということで、東京ガスのスマートメーターの導入状況についてご説明させていただきます。えー、東京ガスでは、ですね2030年代のガススマートメーター全国導入に向けて、ですね2019年3月よりも、3月より、えー、東京ガスの一部、東海エリアにおいて、U、えー、バスエアの端末をつけた、えー、メーターを設置しております。 2 2 1で21年6月からは、ですね実際にこのスマートメーターを使って遠隔検診を実施しております。こちらにですね写真あの、お知らせのチラシ載せておりますが、このガスメーターについている、このお腹についている部分ですね、この端末がユーバースエアの端末ということで、こちらにユーバースエア Y3 ジュータのプロファイルが載った製品が実際に世に出て、遠隔検診に使われているというふうな状況になっております。 でもう一つの例としまして、暮らし見守りサービスご紹介させていただきます。こちらはですね東京ガスが2019年からサービスしているものになりますけれども、えーまあ、お宅に、ねえー、鍵のセンサーですとか、えー、お帰りセンサー,あー、人が帰ってきたところが分かるようなセンサーをですねつけまして、ホームゲートウェイを介してデータを、えー、集めてアプリと連携することで、 自宅のドアですとか、窓の開閉状態、家族の帰宅を確認できるサービスというふうになっております。このサービスの中のセンサーとホームゲートウェイの間の通信をです、ね、y 3住宅というプロファイルを使って通信するということになっております。こちら、あの見守りサービスに求められる高い通信信頼性と、長期間の電池駆動を実現した Y3 の適用例というふうになっております。 最後ですけれども、これも原田先生からも、皆さん他の方からもあったと思うんですけども、共同検診の通信仕様の中に、ですねこの Y3 住宅プロファイルも適用されているというふうなご紹介になっております。でこちら、あの電力スマートメーターとガスメーター、水道メーターをつなぐ部分のプロファイルとして IoT ルートというものがございますが、ここにですね Y3 半、エンハンスド半、Y3 ファン1.1と同様にですね、 Y3 のジュータのプロファイルも通信仕様の一つとして適用されております。まあ、どの規格を使うかは決まっておりませんが、今後もこの Y3 のプロトコルはですねどんどん普及していくのではないかというふうに期待しております、はい。以上、Y3 ジュータということで電、長期間電池駆動できて、高信頼性の通信の仕様と、 あとは実際の活用事例ということを紹介させていただきました。はい、簡単ですが、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。